縁の勘は、新末民発の政治家。字は嗣脇。縁政外とは、同性で、出身地も同一ないしは近県だが、血縁関係はない。1893年、縁の勘は、縁政外に随住して、朝鮮に赴任し、文書管理を担当した。この時両者は、練習として、互いに、祝を称した。1895年、やはり、 遠征外に随住して帰国し、以後、新し県陸軍で両末を担当する部署に就いた。以後、天津県知事、くぬぎ川守る軍軍需総長、後期猛虎副都等、光カルソナエスス弁当を歴任した。中華民国成立後の1913年、陸軍中上位を授与された。1915年、遠征外が皇帝即位を目論むと、遠の館は、 ヒカルヤス会会員となって、これを支持し、大抵ヒカルソナ所所務主任を務めた。1917年7月、長君副壁に参加したが、失敗後に逃亡を図り、捕獲されてしまう。しかし、断機随により特赦された。1923年、総根のまかない戦に加担する。同年9月、 公領代理内閣において、処理の省総長に任命され、翌年1月までその地位にあった。1939年1月30日に、ご配布が和平休国宣言を発表した際には、縁の間も和平休国会連盟の構成員として、同宣言に連署している。ただし、縁が連署に至るまでの経緯や、活動の具体性については不詳である。 河南省市人物誌によると、北平に隠居後、1946年に、病没したとされる。ところが、女友春主編、民国人物大事典造定番によると、1947年に、紀憶会に参加したとある。ありがとうございます。